ご視聴いただきましてありがとうございます。柴玉チャンネルです。少し遅くなりましたが、2023年最初の動画となります。早速ですが、タミヤ模型より年賀状が届いております。去年2022年と合わせて2枚、年賀状をいただきました。おそらくタミヤカスタマーサービスを利用すると届けていただけるんだと思うんですが、まあ2024年も年賀状いただけるように、何か一つはタミヤカスタマーサービスで注文しとこうかなと思っております。今回の動画ですが、私の自宅の周辺には3店舗、オンロードカーのラジコンサーキットがあります。アリズホビー RC、タムタム名古屋店、タイガー模型一宮店と、オンロードのラジコンをやる方にとっては非常にいい環境だとは思っております。まあ、その3店舗を今回はまとめて紹介してみようというのが、内容となっております。よろしければご覧ください。どうぞ。まず1軒目、愛知県北名古屋市にありますアリスホビー RC です。こちらのサーキットに関しては私も走行させたことがありますので、よく知っております。まあ、価格も1時間100円と大変安くなっておりますので、練習するにはもってこいの環境だと思っております。続いて紹介するのはこちら、ホビーショップタムタム名古屋店です。まあ、名古屋店と歌っておりますが、実際は愛知県北名古屋市にお店があります。ご存知の方も多いと思うのですが、こちらのお店、ラジコンだけでなくホビー全般、まあ、いろんなおもちゃやプラモデル、フィギュアなどをたくさん取り扱っております。私、休みの日は毎回息子の保育園のお迎えに行ってるんですね。それで欲しい部品もあったのですから、保育園にお迎えに行った帰り、そのままタムタムの方へ息子と行きました。そしたら欲しい部品は売ってたんで買えたんですけども、まあ、せっかく初めてタムタム来たしということで、まあ、今回特別にということで、ミニカーのトミカ、子供が欲しがってたトミカを買い与えたところ、次のお迎えから毎回タムタム行きたい、タムタム行きたいと息子にせがまれるようになってしまいました。数百円のパーツを買うために毎回トミカを買わされていたイタンでは、ちょっとこっちの財布も持たないので、なるべくタムタムの方へは連れて行かないようにはしております。タムタム恐るべしです。サーキットなんですが、店舗横にあります、大きな倉庫みたいなところにありまして、一応ツーリングカー用のオンロードコースとドリフト用の、サーキット2種類あります。まあ、こちらもまだ走らせたことがないので、今年中にできれば一度走らせにお邪魔したいなとは思っております。
最後にお届けするのがこちら、3店舗目はタイガー模型一宮店です。こちらは以前愛知県岩倉市にあります、名鉄岩倉駅の近くにあったお店だと思うんですが、いつの間にかこちらの方へ移転しておりました。私も小学生の頃、自転車で何十分もかけてこちらのお店にラジコンの部品を買いに行った思い出があります。こちらのサーキットもまだ私走らせたことがないので、できれば今年中にお邪魔したいなと思っております。お店から少し歩いたところに、タイガー模型のサーキットがあります。以上3店舗、ラジコンサーキットを紹介してきたのですが、その他に、今年中にできれば、間もなくラジコンのサーキットを走らせて1周年になるんですね。初めてサーキットを走らせたトヨタの無料サーキットの方、もう一度今度はツーリングカーを持って、走らせに行ってみたいなとも思っております。この1年で上達したのかそうでもないのか、確かめに、そのうちお邪魔したいと思っております。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。